国電同時多発ゲリラ事件は、1985年11月29日に、首都圏と西日本の日本国有鉄道の鉄道施設に対し、ほぼ同時多発的に起こされたゲリラ闘争によるテロ事件である。ゲリラは、国鉄千葉動力者労働組合のストライキに合わせ、日本の震災翼である中核派によって行われた。 1985年11月29日午前3時ごろ、首都圏や大阪府内など、計8都府県内各地にある、国鉄の線路の通信、信号用ケーブル切断など首都圏6路線25カ所、合計33カ所にわたって被害が発生した。なお、駅管主管ケーブルなど太いケーブルは切断されず、釘を打ち込まれた箇所もあった。ケーブル切断のほか、変電施設や、 信号施設への侵入放火が発見、接続、または分岐する他線区も CTC や指令電話の通信が行えないなど、国鉄22線区及び西武鉄道の一部区間が運行不能となった。被害を受けた路線は当日の夕方までにすべて復旧したが、首都圏で優等列車を含め2896本、大阪地区で378本の列車が運休した。 これにより通勤通学客など約650万人以上に影響が出た。ケーブル切断に伴いマルスの接続が遮断され、緑の窓口が一時全面停止した。マイクロウェーブによる迂回後も東京及び千葉の鉄道管理局131駅300台のうち95駅155台が操作不能であった。年末十二月十九日の一ヶ月前発売は、 全国の9割が稼働しているということで予定通り10時よりの販売が開始され、翌30日に通常販売が復旧した。事件後、被害防止のためケーブルトラフをステンレス結束バンドで固いましめしたことにより、保守性が著しく低下した。また犯人グループ約120人が同日午前6時45分頃総武本線浅草橋駅に押しかけ、 シャッターを強引に小じ開け構内に侵入、駅施設を破壊し、火炎瓶を投げつけて放火した。これによって同駅は駅舎を破損、焼損し、当日は終日客扱い不能となった。同駅には都営地下鉄浅草線も乗り入れているが、こちらには被害はなかった。ケーブル切断21箇所、放火侵入8箇所ケーブルが切断された、路線通信不能となった。 路線当時、中曽根康弘内閣の下で進められていた国鉄分割民営化に強く反対していた国鉄千葉動力者労働組合を支持する革命的共産主義者同盟全国委員会の犯行と断定された。浅草橋駅放火事件の実行犯には現役の国鉄職員2名も含まれていた。後に杉並区議会議員を務める北島国彦も この事件に関わっており実刑判決を受けた。当時は国鉄分割民営化に対して国鉄労働組合や道路地場による激しい反対運動が起こっておりすでに度重なるストライキによって迷惑をこむっていた鉄道利用客は不満を抱いておりこの事件で世論はますます分割民営化支持に傾いた国鉄分割民営化に 反対の立場である国労、国鉄動力者労働組合、日本共産党もこの事件を非難した。ただし、これらの組織はもともと中核派と対立関係にあった。中核派幹部の木下春人や古川安蔵も関与したとして逮捕状が出され指名手配されていた。共犯者による事項停止などで延長もあったが、2009年1月に控訴事項が成立した。 ありがとうございます。